私が全て失ったのはあなたと手をつなぐため。東京、私ずっと東京育ちで24年間、逆にその田舎とか地方行った時に、あ、東京って本当なんか空気とかがグレーというか、キラキラ、多分地方から来た方はキラキラしてるんでしょうけど、私はやっぱなんかグレーな感じがします。あの、沖縄出身で5年前に上京してきたので、一番最初は東京嫌いだったんですよ。大嫌いで、最初の2年間は本当に嫌で嫌で、でも今はいい意味でも悪い意味でも何でも手に入る街だなって思って、でもそれがなんか本当に自分の選択でどうとでもなるというか、まあ、物だけに限らず、まあ、それこそ夢も手に入るし、まあ、私は夢を追っかけて東京に来たので。どんなイメージ？楽しいね。都会以外にめっちゃ人がいる。あ、人が多いというイメージです。都会でなんか夜までなんか明かりがついてるような、そんなイメージがあります。人混みとか、なんかずっと明るいイメージ。やはりみんながいろんなものに手を出しやすい場所っていうのはあると思います。人の関係性においても、田舎で地域でっていうよりはちょっと個々の関係が薄いようにも感じます。なんか二面あって、明るい面と暗い面があって、それがごちゃ混ぜになってカオスな感じ。東京シティガール、一つ一つの物語の中で、一人一人一生懸命に少女たちが一生懸命に生きています。そこを見ていただけたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。本当に一本一本違う異なった6作品が集まったもので、本当に100分あっという間だと思います。東京シティガール、ぜひ見てください。